フリードリヒビルヘルム・アレクサンダー・フォン・ビュルテンベルクは、ビュルテンベルク王国の王族。ビュルテンベルク公アレクサンダーとその妻で、ザクセンコーブルク以降レザールフェルト公フランツの娘であるアントイネッテの次男、実質的な長男。アレクサンダーは、同盟の父と同様に、ロシア軍に出資し、1828年には、オスマン帝国への出兵に従軍し、1831年には、 ポーランドで起きた11月放棄の鎮圧軍に参加した。1837年10月17日、アレクサンダーはフランス王、ルイ・フィリップの娘マリー・ドルレアンと結婚し、1838年に一人息子、フィリップを設けた。アレクサンダーの直系子孫はビュルテンベルク家のカトリック分家となった。1839年に妻マリーが急成すると、 アレクサンダーは夏をバイロイトのファンタイズイー宮殿で過ごし、冬をそこから5キロ離れた屋敷で過ごす生活を始めた。1868年6月11日、アレクサンダーは自分の屋敷の火星責任者であるカタリーネア・アマーリエ、フェーニヒカウファーと帰戦結婚をし、カタリーネはマイエルンベルク男爵夫人の称号を与えられた。しかしこの再婚は、 息子のフィリップには強く反対された。ありがとうございます。